カート・ペレグリーノは、アメリカ合衆国の元男性総合格闘家。イタリア系アメリカ人。ニュージャージー州、ポイントプレザント出身。ペレグリーノ MMA 主催。元 WEC 世界ライト級王者。カート・ペレグリーノとも表記される。学生時代はレスリングで、ニュージャージー州王者に二度なった。2002年8月31日、プロデビュー戦となった。 WEC 世界ライト級王座決定戦でマックダンジグと再戦し3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2004年7月25日初参戦となったパンクラスのパンクラス対チームグレーシー3対3対抗戦の中堅戦で北岡悟と対戦しフロントチョークで一本負け2006年7月8日 UFC 初参戦となった UFC61 でドリュー・フィケットと対戦し、チョーク・スリーパーで一本負け。2008年4月2日、UFC ファイトナイト、フローリアン・ VS ・ローズンでネイサン・ディアスと対戦し、三角締めで一本負け。9月6日、UFC88 でチアゴ・タバレスと対戦し、判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。二千九年二月七日、UFC ファイトナイト、 ローズン VS、ステファンズで、ロバート・エマーソンに一本勝ち。8月8日には、UFC-101 で、ジョシュニアーに判定勝ち。2010年3月27日、UFC-111 で、ファブリシオ・カモエスと対戦し、チョーク・スリーパーで一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年7月3日、UFC-116 で、ジョージ・ソテロポロスと対戦し、 0から3の判定負けを喫した。2011年3月19日、UFC128 でグレーゾンチバウと対戦し、1から2の判定負け。2011年11月26日、ベラトア59でパトリッキー・フレーレと対戦し、TKO 負け。試合後に引退を発表した。ありがとうございます。